腕が重い。はい、胸伸びてますか。怖い怖い。怖いですか。どこが怖いですか。あの、はい、力を抜いたら、はい、後ろに倒れそうで怖い。ああ大丈夫です。膝押さえてますよ。大丈夫ですか。これは確かに。だから耐えてるの。耐えてるんです。大きい人は大変ですね。耐えてるの。そっか。だから結構ストレッチかけられてる時に耐えてるから、はいはいはい、うまく伸びない。うまく伸びないっていうか、すげえ実は力が入って緊張してるんです。あ、疲れちゃうんですね。そしたらね。なんかあとこういうのとかもありますけどね。こういう。はい、この力抜いたら今すげえ入ってます。耐えてる耐えてる感じになっちゃう。なるほど。大きい人にストレッチって向かないですね。向かないです、ね、小さい人がねやるのはね、やっぱりその、うんうん、全部体重を操作できないと。確かにヨロヨロしちゃいますからね、重いと。結構その辺も気遣いながら受けてます。ストレッチをじゃあんまやんなくていいよって感じですね。そしたらね、そうです。あの体格がこう同じぐらいまでの人じゃないですか。はい、はいはいはい、そうですね。若い人にもあんまり確かに向かない。あとその、なんだろう、ストレッチって座って操作するよりも、はいはい、寝てる段階でやっちゃった方が操作も楽です、うんうん、そうですね。座らせちゃうと設置面積小さくなってますからね。イライラしやすくなってますもんね、これがね、はい、だからその、多分ゆらこう後ろに行った時に持ちこたえられない、はい、持ちこたえられない、そうですよね。怒ったりしたら大変ですもんね、はい、お疲れ様でした。 ありがとうございます。